今日は風が気持ちいいな。花も気持ちよさそうに揺れてて。あ、いっちゃんここにいたんだ。さっきどうかしたの？教室にいなかったからどこに行ったのかなって思って。あ、待って、さっきストップ。ごめん、急に大きな声出して。そこに花があったからつい。あ、本当だ、全然気づかなかった。教えてくれてありがとう。ギリギリ踏まなくてすんでない。ちょっと葉っぱ踏んじゃってた。どうしよう、この子枯れちゃう。これくらいなら大丈夫。この種類の花は丈夫だから。本当？そっか、よかった。それにしてもさすがいっちゃん、花のことすっごく詳しいね。よく見かける花だから知ってただけだよ。でもこの花だけじゃなくて、いっちゃんいろんな花のこと知ってるでしょ。花言葉とか昔いっちゃんからたくさん教わったよね。そんなこともあったね。うん、入院してた時とか家で寝込んでた日とか、お見舞いにいっつも花持ってきてくれて、この花はねって話してくれたよね。うん、懐かしいな。あんまり豪華なのは買えなかったから、毎回花言葉調べて一本だけ選んで花屋に行くの楽しかったな。あの頃は小学生だったから、店の人がおまけしてくれたりして。私が今退院して元気でいられるのもいっちゃんの花のおかげかも。もう、さきは大げさだな実はね、いっちゃんがくれた花、押し花にして取ってあるの。え？その花を見るとね、辛い気持ちもスーってなくなっていくんだよ。サキ。あ、そういえば学校で育てた朝顔を持ってきてもらったこともあったよね。あ、植木鉢に入った花は縁起が悪いなんて知らなくて、そのまま持って行っちゃったんだよね。あの時看護師さんギョッとした顔してたよね。私今でもはっきり覚えてるよ。でもその朝顔の種でほなちゃんやしほちゃんと一緒にうちに朝顔の庭を作ったよね。うん、みんなでさきの家にお邪魔して様子も見に行ったな。そうそう、でも私が1週間くらい水やりできなくて。仕方ないよ、体調悪かったんでしょ。でもそのせいで朝顔が元気なくしちゃって。あの時はサキがすごく落ち込んでるからって3人で頑張ってお世話したな。そう、びっくりしたんだよ。久しぶりにお庭に出たら元気なかったはずの朝顔がピンピンしてるんだもん。お母さんに聞いたら3人がお世話してくれたって。私嬉しくてお庭で泣いちゃったんだえ私の大事な大事な思い出、また4人で一緒に遊んだりできるかな。うん、とにかくやってみないとだよね。というわけで放課後ほなちゃんとしほちゃんに声かけてみない？うん、そうしてみよっか。